はい、皆さんこんばんは、バーテンダーコモナです。今回はですね、チャンネル登録数300人ありがとうございますという動画でございます。100人200人ともやってまいりました。今回300人達成いたしまして、その間にですね、うちのお店10周年を迎えました。ありがとうございます。10年ね、なんかもう長かったような早かったようなあっという間ですが、現在ね、香川県は時短要請中でね、7時ラストオーダー、8時閉店ということで、もう予約がない限りうちはもう臨時休業しております。臨時休業して、まあ、YouTube の撮影とかね、ライブ配信とかね、頑張っております。そんな感じでお店はね、今閉めてるので、6月からね、また多分通常営業再開できると思うので、これからもね、また頑張っていきますので、よろしくお願いします。 YouTube の方もですね、初めてもうちょっとで3ヶ月です。なので300人、大体ね、今月100人ぐらいのペース、少しずつですがコツコツと伸びていってるという感じなんですかね。伸びてるって言っていいかわかんないですけど、このペースだと、まあ、月100人なんで、10ヶ月で1000人達成するんじゃないかなというところで、ちょうどね、2月末から始めたんで、まあ、12月末、まあ、年内にね、1000人達成できたらいいなというところです。やはりね、1000人達成してから4000時間もクリアして広告突き出すんでね、広告突き出したからね、 YouTuber って呼べるのかっていうとちょっとよくわかんないですけどね、何万人とか何十万人何百万人っていう方もいらっしゃる中で、まずは1000人広告収入を得られる、この1000人から駆け出しの YouTuber って言っていいんじゃないかなと僕は思うので、現在はね、僕はまだ YouTuber とは言えないと思いますが、年内になんとかこのね、目標をクリアしたいと思います。どういう動画がね、皆さんの反響がいいかっていうのはちょっとよく分かってないです、正直。アナリティクス見てもね、正直ね、あんまり評価は今のところどの動画もよくはないんですが、これが伸びるぞみたいなのがあればね、それにね、特化していきたいと思うんですが、今のところね、いろんなことをまあ、試しながらやってるんですけど、まあ、コメントでね、ぜひね、これが面白かったとかね、こういう系の動画増やしてほしい、例えばフレアがいいとかね、スタンダードカクテルがいい、オリジナルカクテルがいい、リクエストいただければ、ちょっと時間かかるかもしれないですけどね、それもね、やっていきたいと思いますんで、よかったらコメントもしていただければ嬉しいです。はい、というわけで次は400人目指して頑張りたいと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。はい、というわけで今回もありがとうございました。初見さんはぜひチャンネル登録をお願いいたします。では失礼します。